遅くなっちゃった。おじさまが待ってるから早く帰らなきゃ。あの子。あなたがここの巫女ね。ここの？突然だけど、あなたには消えてもらわなきゃならないの。ごめんね。ちょっ！やあ！え？これ？やあ！大丈夫ですか？邪魔するな！勝手は許しません！いやよ。また会いましょう。美琴さん、待ちなさい。なんなのよ。面白い。自ら FA を生み出すとはな。わしとしたことが適正者を見誤ったか。それとも、まあいい。はあ、この前の、一体何だったのかしら。そこの娘。え？どうだね。占いかな。お願いします。手相ですか？手など見なくてもわかる。お嬢さんは力をお持ちのようだ。力？うん、世界を変える力だ。何ですかそれ。私帰ります。願い事はないか？言葉にせんでいい。願い事？叔父の病気を治したいのか。なんでそれを。その願い叶えたくはないか。お前はその力をすでに手に入れておる。力？力を欲せばいいのだ。そうすればお前の考える力の象徴の形で現れる。例えば大きく長く鋭い剣。欲するのだ、力を。さあ。何を迷うことがある。あれを見よ。あれは確かアイドルの。あの娘も同じ力を持っている。まさか。今にわかる。力を持つ者は多い。だが競い合え、力を。これは競い合う、奪い合うってどういうこと。あれ、ちょっとまだ聞きたいことが。こんばんは。ライブ見に来てくれたってわけじゃないですよね。あのじゃあ早速やります。やるって。まだ慣れてないっぽいね、お姉さん。でも手加減しませんよ。私絶対に願いを叶えなきゃいけないんだから。願い？まさかあの話本当に。
くよ。こんな力、欲しくなかったの。最近変なことばっかり起きるの。私疲れてるのかな。いっとっとっと、まいったまいった。私こんな力が。お姉さん素人っぽかったのにこんなに強いなんてずるいよ。あなたいつもこんなことしてるの？たまにね。いつも仕事で忙しいから。でも危ないじゃない。でもほらチャンバラごっこだと思えば。チャンバラごっこっておかしいわよ。光から剣が出てきてそれで戦って、何よそれ。でもさ、願いが。そんな非現実的な話、大体本当に願いが叶うかどうかもわからないじゃない。はあ、お姉さん強いけど本当に素人。私たちにとってはこれが現実で日常なんだ。私は願いを叶えるためなら何だってする。だって私の願いを叶えるにはもうこれに頼るしかない。どんな願いを叶えた？うん、言いたくなければいいわ。うん、それじゃあ。私のね、すっ病気？うん、治すのが難しい病気でね、いつ死んじゃうかもわかんないんだ。だから次はお姉さんには負けないよ。私もっと強くなるから。願い事か。戦って勝っていけば願い事が叶うのかしら。そうですよ。あなたもデュエリストみたいですね。デュエリスト？
たちは自分たちをそう呼んでいます。そう、新参者にはわからないことばっかりね。いろんなことを知るためにも積極的に戦うべきだと思いますよ。ほら、長いものには巻かれろって言いますし、それに知識を得てからの方が正しい判断が下せますし。乗せるのがうまいのね。じゃあ始めましょうか。やるしかないんだ。感情です。私、何やってんだろう。こんな非現実的なことが起こってるっていうのに、だんだん慣れてきてる。こんばんは。お手合わせ願えますか？やっぱり。ん？あ、ごめんね。あなたを見た瞬間、デュエリストだって思ったの。だから、やっぱりって。そんなこと、そんなの当たり前じゃないですか。そうなの？はいはい、質問は後回し。さっさと。やるしかないみたいね。よろしくお願いします。 The fire in your heart is burning. Round one. Fight. もう一回。行くわ。ゲスペット。しばらく。
気だらけね。トップだ。トップ。ユスビントパーフェクト。来ないから。やっ。やっ。パーフェクト。気だらけね。トップだ。もう一回。レッドライト。気だらけ。私の前に現れるから。探しました。千客万来ね。あなたもデュエルしたいの？あなた、先日は失礼しました。あの時の、やはりあなたも覚醒してしまったんですね。覚醒？すぐにデュエルはやめてください。そうしないと。それにあなたはただでさえ危険なんです。私も正直混乱しているの。なんでこんな漫画みたいな話が目の前で起こっているのか。しかも私が当事者でね。説明してもらえる？それはできません。どうして？知らない方がいいこともあるんです。このまま全て忘れてください。私は殺されかけたのよ。しかも自分自身に。かと思えば次から次に戦いを挑まれて、私が忘れたところでこのまま済むとは思えないんだけど。あなたは私が守ります。だから。説明してくれないなら用はないわ。それじゃいいですか。あなたまでゲームに参加する必要はないんです。願い事が叶うとか甘い言葉に誘われてはいけません。願い事？それなら少し考えさせてほしいの。今私に一番必要なのはこの状況の説明なのよ。ごめんなさい。話さない方がいいと思います。そう、わかった。それじゃあ。待って。あの時助けてくれたことは感謝してるわ。さよなら。待って、待ってください。ここまで来れば追いかけてきてはいないみたいね。もし本当に願いが叶う、私はおじさまの耳を治したい。でもだからってこんな夢みたいなこと続けていい？もうおかしくなりそう。出てきなさい。よう。人が悩んでるところ悪かったね。そういうつもりはなかったんだ。どうしてそんな力が身についたのか不思議なのかい？ええ、そうよ。私ね、どちらかというと鈍感だったわ。霊感なんかもなかった。でもね、今の私はあなたが隠れているのが。デュエリスト同士だからだ。なんとかみたいにデュエリスト同士は惹かれ合うし分かり合えるんだとさ。分からないし分かり合いたくもないわ。俺は分かるぜ。え？俺だって最初は悩んだ。こんな得体の知れない状態で。だけどな、俺には助けてやらなきゃいけないやつ。そいつを助けるためだったら俺は何だってできる。あんたもおじさんの耳直したいんだろ？あなた、うん、人の話全部聞いてたの？あ、いや。ダメ、許さない。じゃあデュエルだな。わかった。やるしかないみたいね。
悪いが手加減はできねえぜ。The fire in your heart is burning. Round one. Fight. 止めてみやがれ。ゲシュレフレン。はい。いてよ。いてはっ。おっと。隙だらけね。いてよ。はい。まいったね。大丈夫？つかあんたマジで才能あるぜ。俺も負けてらんねえ。いつか絶差し支えなければでいいんだけど、あなたの願いは何？ああ、俺の妹が病気なんだよ。でも俺バカだから医者にはな。そう。謝んない。さっき言ったろ、いつか絶対にあんたを超えてやる。情けとかいらねえからな俺。そうね。怒鳴って悪かった。じゃあな。ええ学校久しぶりね。あなたもね。よくわかったわね、私がここで待っていたこと。あなたは誰なの？私はあなた。そう来ると思った。でもね、ここ何日かでおか、そして降りかかる火の粉は自分で何とかしなくちゃね。大した自信ね。ええ、さすがは。あなたごときが立てると思って。 The fire in your heart is burning. Round one. Fight. ハッ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 。もう一回。
勝負あったかしら。なぜ、なぜお前ばかり。バイオリンもおじさまも、そしてデュエルまで絶対に認めない、絶対に許さない。全部ちょっと逃げるの？待ってください。またあなた、それどころじゃないの。どいて。短期間でかなり力をつけましたね。世界にも干渉し始めています。私、才能があるみたい。そのようですね。それにだんだん分かってきた、この力の使い方とか、私が何をすべきかとか。それは間違っています。どうして分かるの？あなたを巻き込みたくはなかったので、お話は避けていましたが。仕方ありません。なるべく影響が出ない範囲で全て教えます。でもそれによってこれからの人生が変わってしまうかもしれません。それでもよろしければ何でも聞いてください。脅すつもり？どう受け取っていただいても構いません。そうね、まずお互い自己紹介から行こうかしら。私は仁科美琴。クモン和歌と申します。クモンって聞いたことあるわ。確か古い神社でそんな名前の神社があった。そうです。そしてクモン家は古来よりハジャの一族として続いています。ハジャね。それじゃあなぜ私はこんな変身して戦うアニメの主人公みたいになったの？あなたの場合、最初はもう一人のあなたから逃れるため、自らの命を守るために発言したようです。その後ファントムに適正者として選ばれて、あなたもそれを認めた。認めてなんかいない。そう思っていても心のどこかで望んだはずです。確かに不思議なおじさんに会ったわ。最初は占い師かと思ってつい話をしちゃったの。あれがファントムなのね。それでファントムって何者？なんでこんなことができるの？どういう仕組み？それは知らない方がいいと思います。そう、まあいいわ。それじゃあ別の質問。願いって本当に叶うの？戦って勝てば願いを叶える権利がもらえるみたい。ファントムの言うことですから安易に信じてはいけません。でもみんな、私が戦った人たちはみんな信じてた。遥か昔よりそのようにして強い願いを持つ人たちを利用してきたのです。ファントムって悪い人なの？ええ。聞き捨てならぬな。クモンの小娘、貴様が出る幕ではない。ファントム。ミコトと言ったな。お前は強い。願いを叶えることもたやすかろう。これはわしを楽しませるゲームだ。ゲームに勝てば願いは叶う。願い。甘い言葉に乗ってはダメです。クモンの娘、あんたの相手は私だ。さあ巫女よ、自分の望みのまま行動すればよい。おじさま。ダメです、これ以上は。さもないと私が力ずくで止めます。クモンさん。大丈夫よ、私はこんな話に乗らないわ。それじゃ、こんなことして病気を治してもおじさまも喜ばないと思う。ミコトさん。まあいい。M、少し痛めつけてやれ。ミコトさん。私にやらせて。
わしがいがあるな。ラブルクラッシュ。ハーッ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 。邪魔だ。ムカつくやつ。ハーッムカつくやつ。邪魔よ。ブラスト。邪魔よ。ムカつくやつ。クロコゲル。はい。この。スキララクね。この。スキララク。ひなたローリング。ちょっゲシュレフン。ハルフゲシュレフン。あとどれだけ戦えばいいんだ。やるね。だけど次は壊し。危ない。逃げられたみたいです。今の子は何なの？デュエルで傷ついた適正者を狙うスカベンジャーです。ファントムの部下という雰囲気でもありませんでしたが、協力者なのは間違いないです。つまり自分の望み通りの世界になるように干渉するってこと？そうです。デュエルの結界内はちょうど世界と世界の狭間、適正者同士の願いや欲望が増幅され影響を与えやすくします。世界と世界ってのがわからないんだけど。平行世界と言えばいいでしょうか。同じようで違う世界がいくつも存在するんです。まさかあの白い私？はい、おそらく他の世界のあなたです。他の世界の私がこの世界に入り込んでるってこと？ええ。でもこんなケースは初めてなので、なんとも。そうなの？はい、念のため家にある文献なども調べたのですが、古来より伝えられているのは同じ世界の中での適正者同士による世界干渉であって、そもそもなぜ他の世界のものがこの世界に興味を持つのかさっぱり。世界がいくつもあるとかはわかるのに、そういうことはわからないのね。宇宙と同じです。理論でわかることはあっても実際に見なければ本当のところはわからない。見ようと思っても見えるものじゃないのも宇宙と一緒ね。はい。ただ手がかりが全くないわけじゃないんです。手がかり？はい、凪、あ、私の妹なんですが、空間の歪みを察知する力があって、今まで感じたことのないくらい異常な歪みが認められるそうです。さっぱりなんだけど。ですよね。なので今から行ってみませんか？その歪みがあるところ？そうです。いいわ、あの子に会えるかもしれないし。また戦うことになるかも。そうかもしれないけど、やっぱり気になるわ。手分けしたところで、あてもなくっちゃ見つかるわけないか。電話しよっと。はい。もしもし？あ、ちょうどよかった。電話しようとしたところです。諦めましょう。言おうと思ったんでしょ。はい、デュエリストすら見かけませんし。そうよね。次は妹。どうしました？
ちょっと空見て、都庁の方。都庁ってどっちでした？西口よ。西口って右ですか左です？あなたのいる場所も向きもわからないんだから答えようがないでしょう。あ、それもそうか。とにかく空を見て。見えた？はい、空に亀裂が。どこか高いところ、屋上まで上がれるようなビルとかないかしら。探しましょう。ええ、また連絡する。すごい風。それにしても空がこんな風になるなんて。あ、誰か倒れてる。あれはデュエリスト。お前はスカベンジャーか。スカベンジャーって負けたデュエリストを狙う人でしょ。違います。ならばなぜこうタイミングよく現れた。たまたまよ。騙されるか。あいにく私はそう簡単にはやられんぞ。違ったら私は。このハイエナめ。ハイエナ。失礼ね。もう分からず屋のバカ。やるしかないみたい。イグニッション。イグニッション。邪魔よ。よく。タップ。タップ。タップ。はっ。よく。もう一回。バカ、逃がすか。バカ、えい。私の前に現れるから。分からず屋はおとなしくしてなさい。先輩、久しぶり。ココア、何年ぶりですかね。こうしてデュエリスト同士で再会するだなんてすっごい偶然。ココア、先輩はココアが唯一気軽に話すこと。それなのにまさか戦うことになるなんて。戦わなくちゃいけない。ええ、ココア先輩と戦いたいもん。ココア、あの亀裂はあなたがやったの？秘密。ココア、さあ、はわかった。それじゃ行きま。やるしかないみたいね。いつでもいいわよ。The fire in
だまだ。逃がすか。ギラッキー。ミコトさん、クモンさん、こちらはジュエリスト。私の高校の時の後輩のココアよ。そうですか。ココア、あなたの願いは何？なんでこんなことを。つまんないの。つまんない？そう、人生つまんない。生きる。それにここにはココア。何よりココアはユリアルじゃない。何の話をしてるの？さあ、ゲームですよ、ゲーム。ますますわからない。我が社のグループ企業アスクレイゲームズが開発した M。 あら、気づいたの？うむ、先ほどは失礼した。わかればいいのよ。ちょっと話聞いて。え、すみません。うん、そうすれば。つまりこの世界をココアの好きなゲームの世。そうです。そんなくだらないことで。くだ。価値観を押し付けようとしてるのはあなたです。別。そう、遊びの範疇を超えています。と、ちょっと落ち着いて。二人とも願いが叶うって話は聞いたわ。でも世界を変えるだなんて、そんなことができるの？願いが叶うということも、多かれ少なかれ世界を変えているということです。ですが別の世界に生まれ変えるとなると、かなりの力がなければ無理だと思いますし、あの空間の歪みを見ると、世界にもかなりの負担をかけているのでしょう。これ以上は危険です。危険な。おじさん、ファントムですね。よん。ファントム。あ、少し口が軽いようだな。あ、まあいい、疲れているだろうから今日は。で、わしはあの娘たちと話があるんだ。行きなさ。さて、お前たち、ゲームに参加してくれるのは助かるのだが、わしの邪魔はしないでほしいものだな。ココアをどうやって言いくるめたの？別に言いくるめてなどおらん。あの娘は見込みがあるから、力の使い方を教えているだけ。気に入らないわ。ほう。あの子は悩み事から逃げてるだけ。それじゃ解決にはならない。あなたも、もうあの子をそそのかさないで。断ると言ったら？後悔するわよ。ミコトさん、ここは私が。大丈夫。ココアが関わっているのなら、私も無関係じゃないもの。しばらく見ない間に自信と力をつけたようだな、インフィニティ。ん？自慢の花をへし折ってやれ。御意。退屈しのぎになればいいかな。
やるしかないみたいね。お前が相手か。よかろう。あまたの刃よ。あまたの刃よ。出気だらけね。うれ。あとどれだけ戦えばいい。素晴らしい。予想以上だよ。ボディーガードはやっつけたわ。あなたも怪我しないうちに消えなさい。そして二度とココアに近づかないで。では代わりにわしの力にならぬか。くだらない勧誘はやめて。惜しいな。それだけの力があれば望みは全て叶うだろうに。優等生は余裕があるわね。来たわね。同じ巫女なのに私は違った。あなたみたいに音楽の、そしてでもそれはあなたは何でも手に入れ私はこの世界をもらう。ココアって子だけじゃない。この人の歪んだ思いも歪みの原因。恵まれすぎるのも問題だな。余計な恨みを買うことになる。あなたの気持ちは分かった。でもこんなのってやっぱりおかしいわ。そう、この世界の巫女になるってどうするつもりなんですか。あら、そんな勝手な。力を持つ者が勝つルールな。もういい。巫女さん、あなたたちの身勝手な言い分はもう聞きたくもないわ。間違ってるものを正す、それだけよ。やらしくないみたい。勝てると思って。The fire in your heart is burning. Round one. Fight. どこ見てんの。ゲシュリップ。好きだらけね。好きだらけね。これ以上はあとどれだけ戦えばいいの。勝負あったわね。ファントム、もう一度チャンスを。やはりその程度か。今なんて。お前がこの世界のお前を超えられぬことは分かっていた。念の強さによっては能力を凌駕するかと思ったが、
結局は使えんやつだったと。バカにするな。もう用はない、消えろ。危ない、クモンさん、お願い。の。私が相手です。おのれ。待て。大丈夫？なぜ私を。自分が自分を助けておかしいかしら。でも私はお前を。ねえ聞いて、あなたは私になりたがってる。だけどこの世界の私だって失敗するし後悔することもある。それにもう取り返しのつかないことだって起こってる。おじさまの耳のこと？ええ、でもね、それが世界のせいだなんて考えたこともないし考えたくもない。逆に自分の力で頑張って結果を出してもそれは世界のおかげなの？それは。それにあなたが人を傷つけて才能を手に入れて亡くなったあなたのおじさまは喜ぶかしら？私のおじさまだってそうよ。もし私が人を傷つけておじさまの病気を治したって喜ばないと思う。本当の音楽は耳で聞くものではないって怒られちゃうわ。おじさまが言いそうなセリフ。そうでしょ、私どうかしてたのかもしれない。おじさまが亡くなって本当に。うん、ごめんなさい。いいの、あのファントムが悪いの。あなたを惑わせたのは奴なんだから。ごめんなさい、逃げられちゃ。お疲れ様、クモンさん。いえ、体。私自分の世界に帰るわ。いろいろ迷惑をかけたわね。水臭いこと言わないで、本人同士なのよ。ありがとう。あのファントムは危険よ。多分あなたの力の強さを知ってまた接触してくる。私この力の使い道がなんとなく分かってきたの。ファントムが求める強い力は逆に言えばファントムを止める力になるかもしれない。また亀裂を作られちゃたまったもんじゃないわ。勝手に世界を変えられても困るし。そうですね、気をつけて。ええ、クモンさんと仲良くやるわ。ミコトさん。それじゃさよなら。消えちゃいましたね。ええ、終わったわ。そうですね。クモンさんはこれからどうするの？ファントムを追います。逃げられちゃったんでまた振り出しに戻ってしまいました。そう、クモンさんはまだ終わりじゃなかったのね。気にしないでください。それにしてもミコトさんが誘惑に負けない強い人でよかったです。それじゃ。あ、クモンさん、また会いましょう。